はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルフィッシュです。ではでは、This is the Police 25日目続きをプレイしていきましょうということで、まずは新聞のチェックからしていきましょう。パティシエコンテスト公園で開催予定。なんか事件の予感がするな。で、土地不足に悩む市営墓地。もう墓地問題ってやっぱどこでもありますよね。実は僕の実家の近くにも墓地建設の話が、数年前出ていて、住民の反対によってそれが頓挫したという話を母親から聞いたんで、このフリーバーグでも同じようなことが起きてますね。で、最後、写真家郊外で UFO 撮影に成功。ということですね。では、仕事に行きましょう。UFO って、いわゆる未確認飛行物体のことですよね。おっと、ビーズリーは欠勤か。ホワイトも欠勤。何？キングも欠勤。結構欠勤者多いな。刑事よりも警官の数が欲しいんですけどね。じゃあ、いつものスイートジンジャーグリーンを聞きながら出勤しましょう。特にシフト B の方はもう人材が、警官の人数も含め枯渇してるので、それをなんとかね、回復していきたいですね。クロスビーの葬儀ですね。高齢の警官全員回復、こんなの無理だよ。今そんなことやったら終わる、すべてが。警官のスロットを増やしてもらいに行って、かつ警察署に行ってリクルートできる人材がいるかというと、いないか。ミルサップはシフト B にチェンジしましょう。さらにウィーダードもシフト B にチェンジだな。もうシフト B がやばいことになってるんでしょうがないですね。で、ケビンズバードの喧嘩騒ぎ。バーテンダーが泥酔した2人の男への酒の提供を拒むと喧嘩が勃発。まあ、ありがちだよな。ここはじゃあどうしようかな。元気いっぱいミルサップとウッダード、シフト B に移動してもらいますからね。存分に働いてもらいましょう、今日のところは。で、サンド一家からのヘルプ要請か。どんな内容だ？ボルガのところのリーダー層のうち1人のアパートを発見。俺たちはここで決着をつけようと思っているが、銃撃戦は避けられないだろう。片がついたら警察に現場の指揮を任せたいと。なるほど。じゃあ、これはマリンにアタックとリグと。チンとバーディーに関しては1人で事件をさばいてもらわなきゃいけないですからね。で、バーでの喧嘩騒ぎですが、激怒した大柄の男が2人、バーの片隅で喧嘩をしている。仲裁に入りましょう。犯人に逃げられるか、仲裁に入ると。今の場合どうすればよかったんでしょうかね。テザー銃を使って強制的に鎮圧した方がよかったのかな。おっと、ご馳走だ。所長、私はケータリング会社を経営しています。実は現代美術館に頼まれて20周年記念祝賀会用の食事を用意していたのですが、ドタキャンされてしまいました。こんなに大量の料理は無駄になってしまうなんてもったいない。よろしければ警察署にリーズナブルなお値段でご提供します。じゃあ、これはじゃあ日頃の部下のために300ドル、3万円ですね、払いましょう。で、聖ヨハネ聖堂の方の自殺予告。若い男が大聖堂の頂上に登り、飛び降りてやると威嚇している。見物人たちが大聖堂の下に集まった。この男に見覚えのある者たちはハッタリだろうと確信していた。彼は気難しく構ってもらいたいだけなのだ。じゃあ、これは無視しましょう。そういうことであれば。警官の数が不足してますからね。
あえてそんなハッタリ野郎のために警官は送れない。んで、強盗事件の方に人員を出しましょう。若い女性が支払いをせずにレストランオクトパスを出ようとした。ウェイトレスが呼び止めたところ、女に頭を殴られ意識を失ってしまった。女はやってきた警備員に催涙スプレーで抵抗。奥の部屋に立てこもって何かを殴りつけ叫んでいる。女が相手か。じゃあここはチンに行ってもらいましょう。自殺予告の方は誤報だよね。よし、うんうん。こういう誤報を見極めた時にはご褒美として警官をリクルートさせてくれるとかね、そういうプラスの要素があるとね、より慎重に見極めていこうっていう気にもなるんだけどな。あ、ビジネスセンターでの殺人事件だな。じゃあこれはシャローを主任警官に、バナーをその補佐に当てましょう。ビジネス界の重鎮であるエルビス・ガルビーの秘書から通報。見知らぬ人物がカルバーのオフィスに侵入し、彼を窓から放り投げた。半端ないな。強盗事件逃げられたか。一人ではちょっと荷が重かったかな、チンとはいえ。またサンドイッカから変わらぬヘルプ要請か。フリード通り。うちの仲間が道でチンピラの集団に出くわし、ボルガの手下どもがどうかは不明だが、事態が深刻した場合に備え警察を呼んでおいた方が安心と。じゃあここはレイブッドとウッダード。この基本的にサンドイッカからのヘルプ要請に関しては能力の低いものを下から順に出していくっていう方が間違いないですからね。殺人事件の方ですが、マイケル・ホーン。黒のセダンがビルに乗りつけ2人組が降りた。1人はレインコートを着ていたな。2人は何も言わずに横を通り過ぎた。今度は秘書。エレベーターが開く音がして振り返ると怖い様相の男2人が見えました。武器は持っていないようでしたが、邪魔をすれば殺されるとすぐに分かりました。すごい殺気を放ってたんですね。で、ジャシュー・フィッター。強盗だった可能性もある。中に何が入っていたかは知らないが、エルピスはオフィスに金庫を持っていた。おお。では、清掃員。その二人組なら確かに見た。時間は覚えていません。事件のことは後で聞きました。で、カルボーですね。犠牲者の妻。詳しいことは知りませんが、エルピスは問題を抱えていた。彼の仕事を横取りしようとしている人がいて、その人に賄賂を渡そうとしていたようです。まあ、ちょっとこれはじゃあ事件の進展を待ちましょうか。で、今度は騒音の苦情か。騒音の苦情とかだとなんか住民同士でさばいてほしいけどな。近所からの騒音が原因であることが原因で寝ることができないとロバート・ウィルソンから苦情。ロバートによると奇妙な人物がその家を出入りしていて、頻繁に配達物が届けられているらしい。彼は今まで我慢して何も行動を起こさなかったが、彼の息子たちが夜に外へ抜け出してその家の窓から中を覗くとマシンガンが入った箱がいくつか見えた。子供は想像力が豊かでいい加減なことを言ったりするものだが、さすがに隣人にも夜間は静かにするよう警告してもらえないだろうか。なるほど。これを見るとライブグッドっていう、なんだろうな、ライブグッド、スーパーかな。それとライブってついてるとクラブ系の可能性もありますけどね。で、いずれにしてもマシンガンが見えたと。これは有識事態だな。チン、ミルサップ、この2人を送りましょう。なかなかね、隣の人とかがうるさくてもうるさいとは言いづらいですよね。今分譲マンションを買ってから騒音、隣上下含めて全く音はしなかったんですけど、やっぱり賃貸を借りてた時は少しうるさかったなっていう、ところもありましたけどね。やっぱり分譲マンションを買うと全く周囲の音は気にならなくなりましたね。おそらくなので自分が出してる音楽とか少し大きめにかけてる時もあるんですけど、それもきっと全く
聞いて響いてないんだろうなっていうね、まあ、勝手に思ってますけど。お、新しい写真入手だか、ちょっと確認していきましょうか。まだ枚数は足りないけどね。秘書でしょ、2人組の男、金庫が荒らされている。うん、ちょっとまだ枚数が足りませんけどね。で、放火の方は新しい写真ね。ちょっともう一回操作しときますか、この辺りで。いやー、でも新しい写真見つかってないと何もできない。総務苦情ですね。犯人に逃げられたか。で、アイテム発見、自動招集ですね。マフィアに売却を依頼しましょう。完全にもうマフィアの一連卓上の状態になってるな。50万ドル貯めるためには今の10倍の資金が必要ですからね。はい、というわけで25日目お届けしました。いかがでしたでしょうか。次回はこの続きになりますね。プレイの方していきましょう。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。